現在14時28分。まだ時間はちょっと早いけど、今日は曇り、ほら曇り、どんよりしてます。でもね、雨の降る予報は出てなかった。ちょっとワカサギ釣りには早い時間だけど、でも曇ってるからな。この明るさはそうだな、16時半頃の明るさですか。だからもしかしたら昼間から釣れるんじゃないかなと思って、ワカサギちゃんがな。でもね、なんかね、今日はね、沖合にワカサギボート出てない。だからもしかしたら沖合はワカサギいないのかもしれないけど、でも岸は違うからね。お、あそこにバスの人が頑張ってんね。バスも結構ね、夕方になると出てくるんだよな。でも私はここで、とにかく今日はヘラの方もいないんで、ここでワカサギを狙います。ここね、お、濁りはちょうどいい感じ。じゃあ今日はじゃあ餌はこれ、白刺し買ってきました、新しくね。これはまあ一応つけて、今日こそ最初から釣れてほしいな。最初からな、こんな感じでね。ほら、こんな感じで使うよ。つけたよ、餌全部につけたよ。餌全部につけて、ん、普通にで釣れる。あ、なんか今ポツンと雨が降ってきたような。まあ雨降るだろうな。雨降らない予報といってもそれは予報だからな。そっか、ワカサギが釣れなければ雨は降らないし、ワカサギが釣れ始めると雨が降るという、またそういうなんか変ないじめが入るわけな。やっぱな、まだ対岸が紅葉してないからな、時期が早いっていうことかな。温暖化でまだ紅葉してないもんな。本当にいけてない、全くいけてないよ。いろいろなものがいけてません、そしたらこれでこうしてな、こうしてほら、よし、うっそら、おー、あっしゃ、ほら、おー、飛んだ、ほら飛んだよ。ね、うん、おい、うん、ね、なんかほら、いっぱい飛ぶよ、ね。あれ何やってんのあなたみたいな感じで、そうです、もうワカサギは釣れないから雨も降ってきたしね。両軸リールでよ、カブ釣りの投げ連だよ、投げ連。河原組の王さんに教わってな。王さんはもうね、あのこの両軸リールの名人だから、今日はこれ王さんのリールなんだけど、竿は俺のベース BG4 号ね。これでちょっとな、ここで投げてんべと、次はカゴ釣り両軸リールでやってんべえみたいな。っていうことはだよ、両軸買わなきゃいけないんじゃん。マジでマジで、またそういうなんか買い物すんの。あー、わー、何買おうかな。おい、せーの、ほら、うわー、しゃー、ほら、バシッ、ほら、ほらね、そんな、こんな飛んだ、やったな、おい、やったな、また大和島ののお客さんになっちゃうよ。おい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 、大丈夫か。っていうことでね、今日の釣り動画はこれで終わりだ。ワカサギ釣れねえんだもん。もうちゃんちゃんって感じでな、ちゃんちゃん。お、わあ、やっぱり王さんすごいよ。あ、100メーターぐらい飛んだんじゃない？ね、100メーターね、100メーター、あんなだよ。向こう岸に近い方まで行っちゃったよ、あの人。ね、まあ、私のはまだね、そんな行ってないね。行っても多分70とか、そのぐらいじゃないかな、これ。ね、うん。まあ、ブレーキもちょっと効かせてるしな。うん、まあ、初心者だから、とにかく、今日初めて投げるんだからよ、この両軸で。ね、しょうがない、しょうがない、それはしょうがない。あ、こうやってほら、こうして、そら、あ、ちょっと今度は、あの、角度が悪かった。あんまり飛ばなかった。うん。でも楽しい。楽しいぞ。ということでな、今日の動画は本当にこれで終わり。はい、さよなら。